作り物じゃないお化けがいるんじゃないかというのが私の、従来の主張でありまして、今日はかなり実物のお化けを集めて皆さんにお話をしたいと思っています。タイトルが妖怪は海にいる。そうです、水族館もうまくやれば妖怪コレクションができるんだというお話を今日はやります。まあ、最初からお化けみたいに出てますけどね。じゃあ行きましょう。まず妖怪ってもともとは自然の秘密だったんですよ。つまり私たちがわけわかんないもの、不思議だなと思うことは妖怪現象、妖怪の出現というふうに思っていました。しかしやがて人間って科学考えますからね。理詰めでやってみるとそんなのいないじゃないっていうのが出てくるわけですよ。竜っていうのも障子やあるいは絵にはたくさん出てくるけど実物探したけどいないで、何なのこれはっていうんでいろいろ探してみたけど結論出ました。人間の誤解だったっていうのが一番下の方で、これが妖怪のもう一つの側面であります。でさっき言った四谷怪談とかああいうのは人間が作ったもんですから、まあ言ってみれば人間の誤解なんですね。考え違いである。ただしもう一つ重要なのは時々出てくるんですよ、不思議なものが。で昔の人たちは多くはこれは自然の失敗作だと思っていました。なぜなら不気味なやつが多いですからね。ゴジラとかああいうものが掘るとこんな大きな骨が出てきたり、みんなこういうのに驚いたのは自然の秘密っていうのが普通の妖怪の源の発想だったんですが、失敗作だったら怖くないよっていうのをみんなに伝えたのがそもそも妖怪が人間に馴染んできた一つの大きなポイントでありました。だからだいたい妖怪の正体っていうのは自然が隠している、あるいは人間が知らないものがまず妖怪であった。やがて人間が誤解してあれは妖怪だよと勝手に名もつけた、つまり言ったもの勝ちが妖怪であった、これカッパだよと言った瞬間にカッパが妖怪になった。でもう一つは重要なのは時々でも実物が出てくるんですよ。例えば足が3本あるカエルとか、もっと言うと人魚とか海の中から人間が出てきたというようなケースがあった場合にはこれは自然が失敗したもんである、本来ありうべきものではないものができちゃったよ、怖いものができちゃったよっていうんでこれは神様の失敗である、作り損なったものなんであるっていうふうに思ってたんですね。で大体これがひっくるめると妖怪の大きな源であります。で人間は先ほど言いましたようにそういうものでもこの世にいないものでも存在させちゃう力があるんです。皆さん水族館で魚見てこれは素晴らしいなと思って感動しますよね。ところが映画を見てテレビでもいいです、テレビで同じ画面が見ても実物で見たのと同じような感動をするんです。なぜか偽物でも本物でも感動しちゃうようにできてるんです。だから人間っていろんな思考をしたりあるいは想像をしたり思い違いをしたりっていうような能力を身につけました。だから、まだ見たこともないものについて未知のものっていうのは科学で発明発見ができるんだと思ってる。で今日のお話も半分はそうですが本当に見つけちゃうんですよ。地球ってすごいです、本当に出てきちゃうんです。それでもう一つまだ見たことがないものっていうのはこれ普通未知って言いますよね。まだわからないもの。でもわからない、まだわからないからわかるっていうのは科学でできるんですけれども、もともとわかりようがないものっていうのはあるんですね。わかりようがないもの、つまり永遠に見えないものっていうのはどうするのか。簡単に言います。これは不可知って言われているんです。上は未知でしたから、これは不可知。知ることができないよっていう存在、妖怪の一つの大きな、分からないままに終わってしまう。でこれどうするのか、一つは諦めるんです。分かんないものはしょうがない。で具体的にどうするかっていうと、まあ大体神様とか怖い化け物とかそういうものに祭り立てるんですね。
でもう一つ、分からないんだから作っちゃえというので偽造する。これが想像力の源です。分からないものは無理やり作っちゃうんです。水木さんがね、昔妖怪漫画たくさん描いてましたね。で最初はいろんな江戸時代の妖怪の絵やなんか描いていましたけど、そのうち水木先生もさすがにたくさんやると、飽きてきました。江戸時代の絵にないようなものも描いちゃうぞっていうんで描き始めたのが新しい水木のキャラクター、特にネズミ小僧、ネズミ男とか、それから鬼太郎ですね。特に有名なのは目玉親父であります。でああいうものをなんで妖怪にしちゃったかって言ったら、これも最後の妖怪ってこんなものなと思ったら、あとは最後は俺も作るぞ、作っちゃうぞというので作り上げた。こういうものが今の僕たちの身の回りにいる妖怪の正体、あるいは、ルーツを簡単に示したものであります。というこういう解釈を前提において、これから妖怪のお話をしましょうね。次を見せていく。じゃあ見せますよ、本当にいた妖怪。これね、日本海側では江戸時代から知られていました。でも科学的には全く知られていませんでした。江戸時代はどうやって知らせているかって言ったら、これを海の上に6畳敷きぐらいの布が漂っている。でその布が時々船を包んで船を海の中に引っ張り込んじゃう、そういう妖怪であるという認識をしていました。名前が衣だこっていう名前が昔はついていました。でもその同じ日本海側に今でもいるんです、同じようなものが。それがこの紫だこと呼ばれるものです。これこの撮影した人が私の知り合いだったんで、特別1回だけ放送していいっていうお約束をいただいたんで、皆さんご覧に入れます。これが衣だこであります。しかも現実の衣だこです。ちょっと見せてください。タコですよ、これバットマンでしょ、ほとんどこれがいたんですね、日本海側の海面に。特にこの長さ、タコの大きさは20センチぐらいだと思うんですけど、全体数メートルです、伸ばすと。だからほとんど大きな風呂敷に見えるの当然だと思います。模様がすごいでしょ、唐草模様の風呂敷よりもずっとデザインはいいですよね、こっちのは。でしかもちゃんと動かせる、普通のタコのような足も持ってる、腕と言った方がいいかな、腕を持ってる。ほら墨まで入ってんですよ。これが今お話をした生きているタコ、生きている化け物の一つの実例であります。で、なんでかって言ったら、こういうのをたまたま見た人は理解のしようがないんですね。で、人間はどうやって理解するかって言ったら、自分で想像をでっち上げて、これはもしかしたら海の上に時々出てくる風呂敷じゃないか、風呂敷の化け物じゃないか。化け物、妖怪って便利な言葉ですよ。分かんないとみんなそれをつなげるわけです。で、こういうものがついたっていうのは実際に生きたものでありました。次を見せてください。荒俣さんたちグループはこういうことをばっかりやってて、海の中の妖怪を探してるんですけど、実際に巡り合いました。見てください。ベローンと伸ばしてるでしょ。もう僕たちが見つけたのは死んだ後でしたけれども。部分はみんな見放題であります。素晴らしい、この紫色だから紫ダコっていう名前なんですね。で長かったんですよ。で後で聞いたらば、こういう長いものは脅かすためにあるので特に他に利用はない、まあ、確かに浮かぶためにはこれがあると浮かびやすいっていうことがあるんです。じゃあ何なのって言ったら、相手に大きく見せるためだ。大きく見せらんなくなっちゃったらどうすんの、自節ができるんだ、自分で着れる。もうめんどくさい、こんな長い服着ていられるかっていう時は勝手に着れるらしいんですね。次を見せてください。これもね、
タコだかイカだかわからないですよね、この頭の感じっていうのは。だから確かにわかりますね、こうやって吸盤がついています。これ、この姿、紫タコの化け物の、実例となったモデルは全部メスです。あの2メートルも3メートルも、布を引っ張って、海を泳いでいるのは全部メス。オスどこにいるのって全然分かりませんでした。しかし20年前ぐらいですかね、オス見つけたんですよ。なんか夜ライトをつけていたら、みんなタコやイカの類が集まってきて、その中で見たこともないようなものがあり、採集して研究したら紫タコのオスだったって。わずか3センチです。オスは3センチ、メスは伸びると数メートル。何これは、まさに妖怪じゃないですか。でも理由があった。なかなか難しいんですよ、こうそうたくさんいるあのタコじゃないですし、まあ、深海系ですから。深海は皆さんご存知の通り、あの昔は生物なんか全くいなかったと思われている上に、今現実にそうたくさんいる場所もいますけれども、いない場所も多いんで、たまにしか出てる。特に上の方の海面なんかに上がってくることっていうのは本当に少ないんで、レアなものだったから、オスの正体がわからないのはきっと少ないせいだったろうと思ったんですけど、実はメスと同じように夜ライトを照らすとどんどん上がってきた。ここでキーワード、妖怪って夜に住むじゃないですか。 夜なんですよ、海のやつもいろいろ変なのが出てくるのは。でこれを見るとこういう形になっていて、この吸盤ついてますよね。この吸盤、やっぱり餌取ったりするのに役に立つ吸盤でありました。特にメスはまあいいんですよ、泳げるから。でも3センチぐらいのオスってプランクトンみたいなもんだから、ゴンゴン食べられちゃうわけですよね。食べられない方法を持っていました。これも分かりました。3センチの紫タコのオスはこの吸盤に触ると痛いクラゲ、あのクラゲの毒をなすりつけてるんです。で自分の吸盤のところになすりつけたもので近づってきた相手の食べる相手なんかをのけるために、あれでこうトン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 叩いたりなんかする、そういう役割を果たしていました。すごいっすよこれ。妖怪どころの話じゃなくて、ものすごくリズメな暮らしをしているっていうのがよくわかりました。次を見せてください。で実は19世紀からちゃんと知られています。これヨーロッパの、あの博物で探してたら出てきました。いや、 やっぱりこの模様の描き方すごいですよね。それから何といっても面白いのは両側、これね多分背中側です。背中側で向こうの方でちゃんといろんな作業をできる腕は普通の腕になって、それからちょっと上の方に2つ穴のようなものがありまして、これは多分呼吸なんかをするための穴だと思います。これがずっとあった。でこれがさらに不思議なのは頭が上になってることです。だから多分僕の感じではタコとはあまり思われていなかったんじゃないかと思う。なぜなら普通のタコは、同じ時代で普通のタコを描くとこういう形になるんです。これも十分妖怪ですけれども、どこが違うかって言ったら、タコの絵だけは昔の博物学者が研究して、どうもタコの頭というのはこの膨らみじゃない、これは単なるお腹の一部に過ぎないので、本当はタコの頭という顔というのは足の下にある。それでこの名前は、あのヨーロッパではタコのグループは頭足類という名前になりました。頭に足がある。だから頭の一番上は、普通の生物は顔ですけれども、こいつだけは足が頭の代わりをして上向いているという、こういう絵だと。そうすると一番トップが足で、次がまあ顔らしい目玉があるから、まあ顔でしょうっていうような順序になるんで、これを描きましょうねっていうお約束がありました。でも紫タコはそう描いていないってことは、まあ困ったんでしょうね。これタコだかイカだかわからないということがよくわかると、まさに妖怪であります。でも昔から注目されていた。